鍋に水と汚れを拭いた昆布を入れ、そのまま30分ほど置きます。弱火にかけ、煮立ち始めたら昆布を取り出します。強火にし、煮立ったら鰹節を加え火を止めます。ボウルにザルとキッチンペーパーをセットしておきます。かつお節が底に沈んできたら、こして完成です。